ソガエ子コは、日本の声楽家、オペラ歌手、音楽教育者。名前は曽我英子、ソガエ子コ、ソガエコ、または、ソガエ子コという表記も見られる。広島県出身。国立音楽大学声楽科卒業。同専校科修了。田中信江畑中良介、中山定一、エレン・ボゼニウスの各紙に指示。モーツァルト、テキのパミーノで、オペラ界に、 デビュー1月の2機会、ワーグナー、ラインの黄金フライヤーである。ちなみに、ソガガパミーナを演じた、最初の記録は1973年となっている。以後、モーツァルト、フィガロの結婚白爵夫人、コシファン・トゥッテ・フィオル・ディリージ、ドン・ジョバンニ・ドン・ラ・アンナ、ワーグナー、タン・ホイザー・エリザベート、ローエン・グリニエルザ、リヒャルト・シトラウス、ナクソス島のアリアドネ・アリアドネ、ウェーバー、 マダンのイテアガーテ等に出演。特に、ドイツ系オペラにおいて、プリマドンナとしての地位を築いてきた。また、ダン・イクマ、ユーズル2でも演熟した、歌唱力と演技力を発揮している。1998年には新国立劇場、に機会、共催公演、フンパー・ディンク、ヘンゼルとグレーテル眠りの精を務めた。NHK 公共楽団をはじめとするオーケストラとの、 共演による宗教曲や声楽曲のソリストとしても、コンサートに多く登場している。ロブロフォンマタチッチとのワーグナー、ベーゼンドンクの五つの詩、ボルフガング・サバリッシュとのベートーベン、ミサ・ソレムニス、メンデルス・ゾーン、エリア、エリア・フィンバルとノベルディ、レクイエム、フェルディナント・ライトナーとのハイドン、シキ、ブラームス、ドイツ・レクイエム、若杉・博とのリヒャルト・シュトラウス、四つの最後の歌。 さらには、オトマール・スイトナーやズデニエク・コシュラーその他との第9など、世界の名指揮者たちとの共演も数多い。また、1977年12月6日、東京文化会館において、フランツ・シュミット作曲オラトリオ、7つの封印の書、日本書演に出演。同曲の1979年12月4日の再演もソプラノソロは、ソガである。 1985年10月4日には、広島の平和コンサート2001において、ダン・イクマ作曲、四季による、公共曲第6番、広島初演のソプラノソロを務める。1996年6月には、水戸室内管弦楽団定期演奏会、ナクソス島のアリアドネで、タイトルロールを演じ、その成果に対し第24回、ジローオペラ招待賞を受賞。 1997年6月に、シャルル・デュトワ式の NHK 交響楽団と共演。歌曲の分野においても、特に、ドイツ歌曲と日本歌曲を得意とし、リヒャルト・シュトラウスの全歌曲演奏に取り組むなど、多くのリサイタルを開催している。2010年10月、2機会、ゴールデンコンサートボリューム30中山康市一一周期特別演奏会。 ドイツリートの継承員津田ホールでは、シューベルトやブラームスの歌曲を披露した。滝連太郎記念、全日本高等学校声楽コンクール審査員を歴任。元国立音楽大学教授。多くの文科生を育てている。現在、国立音楽大学名誉教授。日会会員。曽我英子。昭和音楽大学オペラ情報センター。 2020年3月23日閲覧。蘇我栄子。昭和音楽大学オペラ情報センター。2020年3月23日閲覧。蘇我栄子。昭和音楽大学オペラ情報センター。2020年3月23日閲覧。蘇我栄子。昭和音楽大学オペラ情報センター。2020年3月23日閲覧。ABCDEF。 二期会アーティスト検索、蘇我栄子。二期会21、2020年3月23日、閲覧。二期会オペラ公演都民劇場音楽サークル第165回定期公演舞台祝祭劇、ニーベルングの指輪助劇、ラインの黄金日本初演。昭和音楽大学オペラ情報センター。2020年3月23日、閲覧。二期会オペラ公演。 魔法の笛昭和48年芸術祭参加。昭和音楽大学オペラ情報センター。2020年3月23日閲覧。第70回、滝レ太郎記念、全日本高等学校声楽コンクール。武田市。2020年3月23日閲覧。ありがとうございます。